どうもこんにちは、セナです。なんだかんだ雷の神殿はパー、あ、なに、あ、草むらに出てきて、そんな。というわけで、なんだかんだパラセールなくても雷の神殿は見事クリアすることができました。というわけでね、どんどん次三地方のうちのどれ行くかって感じなんですけれども、もう僕たちは向かってます、足向かってます、デスマウンテンでしょう。あのね、デスマウンテンかゾーラかなと思ったんですけど、まあ、風のタクトと、風の神殿のことで何か言おうと思ってたんですけど、風のタクトって言い間違いしたことによってもう何言おうとしてたか忘れちゃったんで、もう大丈夫です。とにかく僕が恐れているのは、デスマウンテンの頂上から地底に向かうあの高さ、あの高低差。おやおやおや、祠がありますね、桜の奥に。いや、ちょっとま、一つずつ、ワープ地点は増やしておかないといけませんからね。相変わらず、監視砦での眺望台はこれもうワープできません。不便だな。桜のすぐ近くに火炎の実めちゃくちゃ落ちてますけど、落ちてるとか生えてますけど、燃やせってことなの？鬼武者的なことをしろってことなの？親御用の祠。さて、ここはパラセールがなくても戦いの教え、投げの極意、おーおーおー、余裕じゃないですか。あ、カモだぜ。というわけで、デスマウンテンに向かう前に祝福の光4つを交換しに行きたいんですけれども、監視砦ではこれワープできませんし、ゲルドの街はワープできるんですけど、めっちゃ標高高いところにあって降りるのクソ面倒。めんどくさい、どっちも。頑張りのうつは増やしました。リバーサイド馬宿の近くの祠かなと思ったら全然違うところだった。さすがに今回は帰り道、あ、これはゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム最終回の祠じゃないですか。おお、これ馬宿っすよ、これ馬宿っすよ。僕たちの思ってたこれリバーサイド馬宿ではないですよ。これはどんな馬宿なんですか、教えてくださいよ。あ、森の馬宿だ。これで僕たちのお馬さんの友達を呼び出し、その前に祠が上にあったんだっけな、どこにあった、あそこだ。ラッ、いや、ちょっと待って、落下と上昇パラセール使う感じじゃないの、もうどれこが神でござる。おお、あら、ちょっと待って、これはパラセールないとダメなんじゃないの。スイッチを押します。そうすると、あいつがめっちゃ飛ぶ。で、その軌道を僕たちがこう、戻れこう使え。待て待て待て。つくよ。よし、くよ。はーい。これで、ビンヨヨヨン。飛べ！あ、リンク君！あのね、おう、これは、飛べません。皆さんご存知かと思いますが、祠内ではゾナウギアを出すことはできません、カプセルから。なので、そのゾナウギアチェンジによるマジックも使えないということなんだが、まあ、抗ってみよう。できる限り。ここだ！ああ、落ちた。僕は諦めてません。ここから滑り落ちていた、もう一つのあの金網のスクエアをひっつけました。計二つにして、飛ばす。すごい馬力だ！あ、ちょっと待ってよ！一回帰ってきなさいよ。いや、でも一回帰ってきても、もう盾があれば押せるんだな。いけそうだな。で、まあ乗るでしょ、一番高いとこ行くでしょ、で、あの盾を戻れこし、はい、これでちょっとね、結構余裕を持って軌道を描いたんで少し戻るには時間かかりますが、これでスイッチ押されるはずだよ。おお、来た、あ、惜しい。これはどうです、結構もうキワ、あぶねえよ、キワキワでしょう。じゃあ
行ってみますか。頼んだ。でも前向いてきますよ、僕たちは。いつ飛んでもいいようにね。あそこまで行きゃいいんだろ。助走つけっぺ。来た。あ、行けた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 。お前まで。ちょ、こいつ助けます。助けられん。あ、助けられた。もうめちゃくちゃよ。祝福の光。二つ目、パラセールがないからって諦めないこと。おまさんでデスマウンテンに行くよ。すごい斜面だ。あれ、僕たちこれ今デスマウンテン登ってる感覚だったんだけど、ちょっと待って、デスマウンテンが相当向こうに見えるぞ。どういうことだこれ。あれだよな。いや、そんな遠いこともないんだがって感じか。あ、祠もある。そろそろ夕凪とお別れして、うちに足つけて頑張っていくとするか。わあ、ここ怖い怖い怖い。ほら、ティママが流れに逆らって危なそう。ここげっ、飛べねえじゃんこれ。くそ、ここ通せんのか。ちっちゃい、あまりに。チチュゼリー投げたらなる足場に。これはいいね。よし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 。チチュゼリーもう一個だけあるから足場に多分なるよ。素晴らしいよ。作れた。これいけます。あ、やった、よじ登れる。完璧じゃん。いやー、パラセールなくても全然いけます。なんか頭が良くなる気がする。ご機嫌な街だなー。というわけで馬も連れてくることもできたぐらい、ゴロンシティの道のりは緩やかでした。道沿いに行けばね。なんで僕迷ってたんだろう。着きました着きました。夜ですけど、おおおお、あ、怖い怖い怖い。目光ってると怖いね。夜だから分かりやすいです。何であれトリップしてるんだったっけな。あ、ここらも見えました。何やと思われゴロンシティやってきたわけですけれども、そうなんですよね、都市開発が進んでここまで来ても全然暑くないっていう。うわー、捧げられてるな。蒸されてんのかなこれ。ああ、ああ、たくどうなってんだ。チョロチョロ、これはジャンヌダルクか。ドドモンバンのククレンまで行かれちまったのか。行かれちまったのかっていいの、任天堂さん。あ、総長。また美味しいわの悪口頃か。ユンボ、ユン組のボス。ボス。おい。右や。ゴロンシティのユンボメインチャレンジ更新されましたと。僕たちまず防具を手に入れときたいんですが、あ、防具はあれか、ユン組のアジトのすぐそばで買う、お買い求めするのが一番いいのかな。こっちだったっけ、これ蒸された燻製肉のすぐそばの、ここ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 あるよ。あ、来たよ。これしかし高いんでしょまた。僕たちゼロルピー。めちゃくちゃ売って、最後、トンボ一匹売って、ようやくよ、こっちは。これで、なんとか、まあ、上着は買えるかなって感じ。おっとっと、そういえばそうだぜ。祠があるはずなんですが、あれ、どこだったっけ？この上？マラクグチの祠。走破するもの。走破？おおおおお、穴だったか、ここ。スタミナスタミナ。こんにちは、ユン組本部の、あ、射程の2人。ちょっとごめんよ、どうしてもらうからね。ああ、お兄ちゃん。おい、わし、爆破すればよかったんだっけ。ああ、ああ、これ炎の燃えちゃう。これだけか。よし、ゼルダ姫、熱くないのか。
ユンボーとはゴンタでぶつかり合うしかない。どうすればよかったんだっけ。一回誘発させて攻撃を。おっと早い早い。おおおい、あそんなところで。あ、これでいいか。デスマウンテンから出てる赤いモヤモヤは何、ゴロ。今更すぎる。よっしゃ、ゴロちゃん、デスマウンテン行くよ。